さようっす。僕がいなくても部は大丈夫だろうしな。それに僕、美術のことそんなに。君、いつからそこに。もしかして聞いちゃった今の。あ、やっぱり聞かれちゃってたか。父さんがね、部活をやめろって言うんだ。進学するんだからそろそろ勉強に専念しろってさ。最終選考に残ったことを教えたらさ、喜ぶどころか父さんこう言ったんだ。いつまでも遊んでるんじゃないってさ。僕は長男なんだから病院を継ぐのが当たり前だって。父さんは僕のことなんて考えてくれない。病院の方が大事なんだよ。みんなだってそうだ。病院の息子だから医学部受験して将来は医者になるって決めつけて。僕には僕の考えがあるんだ。実際たまんないんだよ。そうだよ、僕には考えがある。それを伝えなきゃ。そうだね、君の言う通りだ。決めた。僕、父さんと勝負する。入賞できなかったらその時は父さんの言う通り部を辞める。でも僕が賞を取れたら好きにさせてもらう。帰ったら父さんに約束させるんだ。あのさ、このことはみんなに内緒にしてほしいんだ。退部するかもなんて心配させたくないし、二人だけの秘密にしておいて。悪いけど今日は休むってみんなに伝えてくれるかな。今日中に父さんを説得したいんだ。それじゃあね。
そんな感じで。では。そうそう。お疲れ様です。
じゃないですか。さっきからなんか頭がクラクラして、最近体調が良くないんです。今日もお昼残しましたし、風邪かもしれません。すみません、薬局に寄ってもらえないでしょうか。お薬買うだけですから、ちょっと待っててください。こんにちは。今って学校帰り？え、なんですか？君かわいいね。横顔もいいけど、正面から見ると超メガネ美人。よかったらさ、近くのカフェでお話ししない？私。ああ、そんなビビんないでよ。お兄さん傷ついちゃうな。やめて先輩。はあ、なんだよお前って。もしかしてこの子の連れ？ち、地味めだからいけると思ったの。私、先輩があの男の人を殴るんじゃないかって。私のために喧嘩なんて。でもさっきの先輩も、そのやだ、先輩に助けてもらったのに、もう怖くないのに、私まだ震えてます。てくれるなら、はい、ありがとうございます。もう大丈夫です。あれ、どうしたんでしょう。私、急に苦しく。先輩、私本格的に風邪をひいたみたいです。顔が赤いの自分でもわかります。さっきは助けてくれてありがとうございました。失礼します。君か、おかえり。おはようございます。こちらエリザベスでございます。またしてもタルタロスに迷い人がいらっしゃいますので、ご連絡差し上げました。今回は2人のようです。お早めの捜索をお願いいたします。それでは
失礼いたします。お疲れです。帰りの道中で定食屋に寄りませんか？ありがたき幸せ。ちょっと相談したいことあるでござる。何を隠そう、相談したいこととは、拙者近々母国に帰る日が来るやもしれぬでござる。今まで叔母上の助けがあって留学できてたですが、拙者の叔父上は拙者の留学をよしとしません。早く帰りやがれとごろつきのように言ってくるです。もし母国に帰ってしまえば叔父上に捕まえられて、もう二度と日本に来れないや。もうそう言ってくれるか。全くもって日本痛いです。拙者日本に骨をうずめると心に誓ってるです。されどいくら拙者が日本に痛いと言ったところで、拙者叔父上の援助なしでは生活すらままならぬ身、せっかくお主と袖触れ合えたのに、このまままたねするわけにはいかないでござる。もうじきまたねの時間でござる。また同好会で会いましょう。
the night time of love, the sun on one, any time to rise. Yeah, I'm down, sit back, relax to the sound that goes around, 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 yes. Around, she said, hey, 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 feeling the fire with the burning desire. ジャブ一つとってもやはりトップレベルはものが違う。そしてどの選手も強いのは間違いないが、ファイトスタイルは様々だな。お前はどういうタイプの選手が好みだ？どんな劣勢も一発で逆転する破壊力は確かに魅力的だ。アマチュアはヘッドギアがあって難しいが、KO はボクシングの醍醐味だからな。こうして改めて見るとプロの試合に学ぶことは多いな。しかもここで見ればこの熱い気持ちを共有できるのがいい。時間があればまた付き合ってくれ。熱く戦う姿を見せられると俺もじっとしていられなくなる。お前も俺の部屋でバッグでも叩くか。とメロンパンと揚げパンとカニパンと焼きそばパンと三色コロネと、もう一個揚げパン食べたけど、でもやっぱり日本人は米でしょ。さすがに炭水化物取りすぎたかも。腹にたまる。今日さ、クラスの女子に言われたよ。一緒に海牛に行ってたイケメンは誰って紹介してって、一緒にご飯行きたいって。僕抜きで世の中の女子ってば、チミとか僕の弟とかやっぱりイケてる子が好きなんだよね。
死んだらさ、焼かれて骨になって壺に入って、そしたら生きてるとかさ、意味ないの。ダメだ、まただ。昔のことを思い出すと異様にお腹が空いてくのはなぜ。ヘイマスター、カツアゲ定食追加。定食が来るまでにここで川柳をば。カツアゲはされるとつらいが揚げたてぬ。カツはうまくてうまくてうましゅぎ。ポンポン、エマージェンシー。間一髪、あと数センチお便器さんが遠かったらって思うと、ずー。心配いらない。僕ってばいたって正常よ。体重と体脂肪以外は。僕ってば今グルメキングらしからぬお下品な単語を。ちみ、まだ食べてる途中なのにお便器って。また言ってしまった。ごめんして。食べよっか、一刻も早く。あと何食できるか分かんないもんね。生きてるうちに、死んだら食べれない。うちの弟みたいにさ。授業始めますよ。
それじゃ。先日報告した、あえてこう称するが、男子トイレのタバコの吸い殻の犯人発見次第即刻退学処分にするというのが先生方の意向のようだ。え、まあ学校の評判にも影響があるし、この件に関してはまた報告する。以上だ。君はさっきの定例での僕の報告をどう思う？喫煙者の退学処分について。僕もそう思ってるんだ。犯人の割り出しは当人を詰問して犯行の再発を防ぐことに意義があると思う。更生のきっかけになってくれればと淡い期待もしている。秩序を乱す輩への処罰に同情の余地はないが、不出来な生徒を切り捨てることがより良い学園生活に帰結するのか。弱音を吐くなど僕らしくもない。迷いが生じるのは僕に力がないからだ。今回の件で教師からの期待に応えて信頼を勝ち取れば僕の発言権も強まる。見ていてくれ、僕はのし上がってやる。
僕は残って作業をする。割り出した被疑者候補をリストにする。もう帰りたまえ。気をつけてな。ごめんね、風花。いきなり呼び出しちゃって。ううん、気にしないで。で、話って何？ね、風花のスキルを見込んでね、ちょっと頼みたいことあるんだけど。前、学校のこと調べた時に分かったんだけどさ、10年前、結構な数の生徒が一度に理由なく不登校になったことがあってね。しかもそれよく調べると本当に不登校だったのか怪しくてさ。風花知ってた？え、あまり詳しくは。今さらだけど気になんない？シャドウが現れたのって昨日今日の話じゃないっていうし。え、それってつまり。わかんないけどどうも引っかかるの。それに言いたくはないけど、霧城先輩ってタルタロスの話になるとちょっと様子おかしいし。そうかな。事件のこと詳しく知りたいの。関係ないならないでいいし。うん、そうだね、分かった、調べてみるね。君か、おかえり。Hear that intro, why don't you go kill yourself? La, 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 la.